よーい。おはようございます。今日はね、9月の24日の朝9時前なんだけど、ここ伊豆原の八幡宮神社に、掃除に来てます。朝の掃除でね、これ周りがほらすごい車で埋め尽くされてて、うちの車駐車場に入れなくって、近くのティアラの駐車場に止めてきたんだけど、このおびただしい数の車、みんな掃除とか八幡宮のお祭りの準備に、駆けつけた、市民の皆様の車です。でね、これ今見えるかな、この奥、この鳥居の奥にね、たくさんの人が集まって掃除をしてるので、私もね、本当は今年のその掃除当番の地区の住民だから、中に入ってね、掃除しなくちゃいけないんだけど、すごい貴重な映像だから、ちょっとあの緊急というか撮りたくなって撮ってます。ちょっとあのその様子を撮りたいから、どれだけ撮れるかまた分かんないけど、ちょっと撮ってみてね。じゃあ行ってきます。中にいらっしゃらなくって、うろちょろしてたら、古文書研究会の大先輩のですね、長留さんに話しかけたら、実は長留さんがこの伊豆原八幡宮の総大長、めっちゃ偉い方だったので、長留さんに事情説明して、すごいもうあのみんなの区民のその地区の方々が集まって、神社のね、お祭りの準備されているっていうので感動して、撮りたいんですって言ったら、ぜひ撮ってくださいということで、前何年も総大長やってた高崎さん。高崎さん、そうなんですね。私も20年してます。20年。あ、じゃあ毎年この八幡宮のお祭りの前は。でも詳しいのは私一人やですよ。あ、そうなんですか。あと2人、2、3人しかおらない。あ、そうなんですね。今年は何地区、何地区からお祭りの準備来られてるんですか。甲羅からですね。甲羅から中村町までが、はい、あ、中村までが、あ、そうなんです。その下がまた2チームに分かれてるんですね。あ、で今年がその上半分で、はい、で来年が下半分。あ、じゃあ前は3地区やったっけ。はい。あ、じゃあ今回は2地区だったんですね。人間が少なくなったから2チームに分けて、はいはい、2チームに分けて。あ、じゃあ2交代制で今は毎年登場しているってことなんですね。あ、分かりました、分かりました。 お下がりがですね、はい、4年ぶりですかね。そうですかね。新興式、新興式、行列です、ね、行列、あ、紙が立ち合う、はい、年ぶりやから、はい、中身がどうなってるか分からない。ああ、今年新興式をするんですか、うん、何日に。29日。あ、本祭ですね、はい、はいはいはい。あ、じゃあもう今年はもう張り切って準備をするってことなんですね。で11時半から出発してですね。はい、11時半、はい、うん、寿司屋さんのところ。あ、寿司屋さんのところ、あそこでお旅所っていうことです、ね、お旅所、うん、あ、そこにそのでまたこう、うん、ズキやらこう、うんうん、みんなですね、みんな、はい、海に返す、みんなを海に返す、あの、そうそう、あの貝殻の、生き物を返す、うん、みんな最近少なくなりましたけどね、ズキ、うんうん、っていうんですか、うん、わかりました。じゃあ今日は皆さんで、はい、掃除のね、あの様子を撮らせていただくという許可を得ましたので、はい、頑張ります。ありがとうございます。ということで、許可を得ましたので、あの写せるようになりました。
いやこれ見て、ほら、あそこが、本殿、拝殿なんだけど、拝殿のね、周り、みんながね、草を取ったり、こういう、もうね、始まったばかりだから、これからどんどん綺麗になっていくんだけど、すでにもうこの段の上もすごい綺麗にされていて、結構前から準備が行われてるんだけど、地区の住民が、この掃除をするのは今日だけなんだ、うん、私今回初めて参加してどれぐらいの人がいるのかなと思っていたら、駐車場を埋め尽くす車の勢いってちょっとびっくりして、もうこれは動画撮らなきゃって思ったんだよね。そしたらいろいろこれから撮っていきます。あ、こんな風にね、こんな風にたくさんの人、階段のところにもたくさんの方が作業されていて、ほとんどが草取り、こういう石垣の間に生えている草取りをされています。あ、すごい。おはようございます。はい、あ、チャンネル登録してます。 ありがとうございます。今日一緒に掃除をするんですけど、まずちょっとこれ撮ろうと思って。終わり？え、まだ始まったばっかりですよ。後で焼き肉食べさせてください。あ、そう。また後でね。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。ほら、すごいよ、こんなにみんなが集まって掃除をしているこの姿、すごい。でね、うちの、地区はこの階段とそっちの奥の階段の間、ここを掃除するの。後で参加しなくちゃ。あら、おはよう。うん、テルミは、そこら辺にどっかおるはず。うちのおじです。うちのおじです。これね、 YouTube で撮っとるけん。後で乗るよ。はい、あ、若い人もいる。中村地区はどこにおると？あ、中村地区、あ、誰かに聞こっか。あ、今来たと。中村地区はね、すみません、中村地区はどこで掃除したらいいですか？あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。あ、あの方すいません、中村地区はどこ掃除すればいいですかね？はい、あー、ちょっと聞いてみますね。ありがとうございます。中村地区はどこやろうか。こちら宮谷。宮谷でしょ。ちょっと聞いてみましょう。聞いてみましょう。これ、うん、どうかな。1ヶ月後ぐらいかな。中村地区はどこでしょうか。そうよね、遅れてきた人は分かんないんだよね。すごいよ、みんなで掃除をしているよ。なんかもう感動する。もうみんなで神社というかお祭り、地区の行事を大切にしているのがなんか伝わるよね、この姿で。どこかな、誰か分かる人いるかな。
すずさんだ。あ、すずさんおはようございます。あの、ね、ケーブルテレビで見るよ。あ、ありがとうございます。あの、おじが来たんですけど、中村地区ってどこで掃除するか分かります？分かんないです。中村地区、中村地区の住民なんです。ここは宮谷ですか？ここは周りは宮谷。そうですか。そう、いなかったんですよね。中村です。はい、すいません。あの、お友達のですね、すずさんに聞いてみました。これね、 YouTube に取り寄るとこれ YouTube、 総大さんの、総大長の許可を得て。すいません。すいません。中村はこの辺を知ってるかも。中村この下。あ、この下。新しい道路の方。はい、うん、ここに、いや、新しい道路の向こうへ。あ、おはようございます。はい。JT の、あ、前。あ、前あたり。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません、すずさん。ありがとうございます。行ってきます。中村地区の担当場所が分かりました。今から中村に住んでいるおじに伝えるけど、おじはいるかな。早く掃除に参加したいけど、掃除に参加したいけど、よいしょ、入ってます。これね、カメラを持ったままね、階段を下がるとね、危ないんだよね。おじが。おはようございます。なんかいじられたけど分からん。おじがいないよ。おはようございます。多分ここだよね、中村地区の担当。あ、おったおじおったよ、ちゃんとおったやん、正しいところに。広しおじ、あ、綺麗になってる、この辺りも。ここでね、あの、奉納相撲も行われるんだよね。和気あいあいと。はい、見つけましたね。はい、おじ、はい、立ち話をしておりました。はい、じゃあ任務完了ということで、私最初から見たかった、あの、しめ縄作りの会場に向かいたいと思います。あの、しめ縄作りの動画を撮らせてもらってもいいですか？どうも、ありがとうございます。もうすでに撮ってるんですけど。ありがとうございます。あ、すごい。あ、この部長の手元がすごい、一番ここからよく見えるから通らせてもらおう。芯だけを残す。まだ締め縄言わないんですね。仕分けってことですか？はいはい。あ、はー、これを作るんだ。すごい、ここにね、しめ縄部隊に15人ぐらいいらっしゃる感じ。これ、しめ縄完成するまでにどれぐらい時間かかるんですか？何日とか。いや、今日は2本だけ作るんで。2本。あ、今日2本作るんですか？そうなんだ。じゃあまたちょっと折々見に来ます。はい、ありがとうございます。すごい。あ、ここにもあるよ、ここにも、ほら、これしめ縄だよね。あ、こんな風に、あ、これ古いしめ縄だ、きっと。なるほど。これが、これを見本にして
今年のしめ縄を作るんだね。あー、確かにみんな同じ作業をしてますね。わー、なんか皆さん慣れた手つき。ちょっと聞いていいですか、毎年しめ縄作りされてるんですか。そうです。あ、そうですか、皆さん、はい、じゃあ皆さんやっぱ 手つきが手慣れてるもん。どうかね。ほら、これが綺麗なしめ縄でしょ。これを束ねて、なるほど。なんかしめ縄を、しめ縄っていうかこういう作業の音が優しくて。あ、おはようございます。いろんな方に声をかけられます。すごい。順調に進んでいるみたいです。じゃあまた他のところ。この石垣の間に絡まっているツタも綺麗に取るんだよね。こんな、こういう細かい作業、石の間の草も取ってる。もう泣きそう、感動する。こういうの弱いんだよね、こういう絵に。私泣いちゃう。あ、だんだん綺麗になってるよ。うちの地区ちょっと見に行こうかな。失礼します。ご苦労様です。さっき私ここから作業スタートしたので、5分ぐらい草取ってたんだけど、やっぱり画像が撮りたくなって、でしばらく離れたら上の段に移動してた作業部隊。ほら、あそこみんなの、あの間っていうか中がまだ草がボーボー生えてる。その上も生えてる。すごいね。あ、上から見た方がよく見えるね、これね。たくさん、ね、何人ぐらい参加してるのかな。こんなに車がいるんだよ。すごいね。すごい、100人ぐらいはいるかな、これすごいね。あ、もう私も参加したい。ちょっと参加してくるね。悲しいお知らせ、あのね、自撮り棒がね、降りちゃったの。自分の作業を撮ろうとしたのに、どうしよう。これはね、
これでね、この絡まっているツタを取るんだけど、なかなか取れないから、このね、軍手でね、手で取っていくの。でも手で取ったらね、こんな風にすごいツタが絡まっちゃう。え？9時半まで？え、9時半までなんだってこの作業。あっという間に1時間で終わっちゃうよ。そうなの？そうなの？早っ。1時間で。あらー、そうなんだ。私の約1年以上使ってきたジンバルがポキッと折れちゃいました。残念。またジンバル買わないとね。9時半ぐらいをめどに終わりだって。ほんで終わった人たちはお茶一本もらって帰るんだって。あ、あの方が宮司さんかな。もう締め縄舞台、多分これからもずっと続くよ。あ、宮司さんが歩いてらっしゃいます。もうすぐ終わっちゃう。あとね、10分ぐらいで終わっちゃうの。これ終わるよって声かかってるよ。そうなの。何したいかな。動画撮りたい、それとも私草を撮りたい。やっぱ草撮りたいかな。みんなで作業したいもんね。ちょっと草取りに集中するわ。じゃあまた後で皆さん。なんかあっという間に終わってしまったよ。まだ作業してる人たちもいるけど、ほら、もう皆さん下にご参集。はい。あ、締め縄編みます？あ、撮りたいです。あ、こんにちは。あ、一旦作業中断。あ、ジュース、え、いいんですか。ありがとうございます。いただきます。ちょっと上から撮らせてもらおう。すごい。あ、すごいね。あ、あの方編んでる。すごいすごい。あ、すごいすごい。組み合わせてる。すごい。これ私のために見せてくれてるのかな。すごい。そうやって縛りながら繋いでいくんだ。すごい。おお。こうやって太くしていく。
これ、これ取るよ。大丈夫かな、これ。いける。香りがするの。あ、飛んでる。飛んでる。飛んでる。飛んで。風で飛んだ。風で飛んだ。宮司さんが。すり合わせ？作業のすり合わせ？作業のすり合わせ。風がね結構強い。みんな吹いてたあれやけんが。10本くらいですか。あ、おはようございます。この後に。あ、おはようございます。これぐらいです。あ、そのぐらいでしょ。わかった。仕上がり、うん、動乱中で、うん、動乱、うん、3つ、うん、うん、三つ、やばくていいですね。三つ作るんですか、これを。それをみんな左巻きにして、ね、そうなんだ。みんな間違って右巻きに、ああ、はは、左じゃないとダメ。全部左。なんで左なんだろう。それはよく、うん、ようわからん。あ、だけども左がいいんですね。左じゃないとダメなんですね。門松も正月様にみんな左だ、うん、へー、そうなんですね。これをどんどん作っていくわけですね。あー、すごい、うん、あ、切ってね。あ、なるほど、切ったらできる。はい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 。あー、なるほど。あー、ありがとうございます、ね、これ結構時間かかります。あっちで作るはずやつ、うん、うんうんうん、持ち米ですよ、持ち米で。え、もち米で、せんとやわくないという。あ、もち米用の藁なんですか。あ、そうなんですか。普通の米じゃなくてもち米用なんだ。やわくて、あ、柔らかいから、せんと出てるのはね。これはもち米用じゃなくて普通の。全部です。あ、全部、うん、全部もち米用の藁で。へえ、こうですけど、はい、さっきしない。あ、素人じゃ ならへん、うんうん、っていう契約してる。うーん、そうなんだ。それが大変。はい、すいません、今 YouTube の動画で撮らせてもらってます。はい、この方が宮司さんです。宮司さん自ら説明していただいてありがとうございます。え、もち米用の藁で作ってるんだ。はあ、へえ、あ、なるほど、こんな風にしてね。大変ですよね。はあ、うん、うん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 、また作業が再開されようとしています。あー、すごい勉強になる。こんな絵なかなか撮れませんからね。今はもうみんな製品買います。そうですよね、こんな手作りで8万。え、そうなんですか。あ、そうですか。うわ、そうですよね。このもち米用の藁がまず手に入らないですもんね。はあ、貴重な映像。うわ、嬉しい。対馬でもまだ残ってるっていうのがもう本当嬉しいですね。しかも八幡宮で。うん。
住吉にあるよね。あ、住吉もやってます。鴨伊勢の、いやいや、あの基地の、基地の、あ、基地の住吉神社。へえ。すごい。どんどん、うんうんうん。これは大きいサイズですか？これはあの一番大きいとにこう。うんうんうん。へえ。だから本当はね、あの今はナイロンのやつをみんな買ってつける。うんうん。あれは本当は嘘やな。うん。毎年新しいやつで。うん。で、うん、捧げるのが、うん、そうですよね、神に対してね。そうですね、味気ないですもんね。いや、この手作りで人のこの手のね、 手と力で込められてるのがやっぱり、はい、いい。熟練がいる。え？熟練が。熟練がいるんですね。うんうんうん。はい。もう10年もこれやってる。10年やってるんですか。へえ。その前のあれ。え、あ、そうです。そう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 。これをでさっきね取らせてもらいました。これ大変。うん。へえ。これをね。そうそうそう。うん、これが大変。あ、行っちゃった行っちゃった。袋が飛んだ。あ。すごい。いや、みんな手作業でされているのがいいですね。やっぱり素晴らしいです。あ、もうできようとしてる、うん、ねえ、ね、ありがとうございます。 え持っていいんですか。はい、はい、手伝います。ありがとうございます。はいはいはい、力いっぱい持っていいです。はいはい、はい、はい、ああ嬉しい。あ、手伝えた。ありがとうございます。優しい。今年もご神事に参加できましたよ。ありがとうございます。邪魔になりそうだからちょっと撤収します。おたけ頼むか、おごし、よいしょ。マジで、今日は拝殿まで入れないで、そこから出して。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。皆さんありがとうございました。作業これからも頑張ってください。失礼します。はい、お疲れ様です。はい。いつもの感じの、なんていうか駐車場に戻ったよ。もうみんなね、撤収して、地区のみんなは、帰宅しました。私最後ちょっと締め縄舞台に残って撮らせてもらったんだけど、もうみんながね黙々と作業をしていて、この神社を大切にしているってことがすごいなんか伝わってくる絵が撮れたかなって思って、どうかな。あんまりこの私の掃除のシーン撮れなかったんだけど、途中でねジンバル壊れてね自撮りができなくなっちゃったんだけど、それでは今月9月のね、2023年は9月の27、28、29に、お祭りがあるんだけど、このお祭りがね、伊豆原の人たちがこう、なんていうのかな、一番なんか馴染みのあるお祭りで、またこの祭りの様子を撮りに行こうと思います。それじゃあまた対馬で会いましょう。じゃあのー。皆さんご視聴ありがとうございました。そしていつも対馬チャンネルを応援していただきましてありがとうございます。めでたくこのチャンネルも YouTube に認められまして、メンバーシップを始めることができるようになりました。いろんな特典をご用意して参加していただいた方に恩返しができるような内容にしていけたらと思っておりますので、興味がある方はぜひ概要欄から説明動画を見ていただきご参加
よろしくお願いいたします。最後にいつもチャンネルを見ていただいてありがとうございます。みんなの応援でこの対馬チャンネルの運営ができております。ありがとうございます。じゃのー。